モテルカルフォルニアダーツラブライブはインターネットテレビギャオ内で放送されていたバラエティ番組2006年12月7日に放送開始し2007年7月5日に放送終了2007年10月11日にはセカンドシーズンとしてモテルカルフォルニア LETIT ライドがスタートしたアンジャッシュとバナナマンによるトークバラエティ番組舞台はダーツバー モテマスター渡辺健のもとに集まるモテ対サンスリーがモテる恋愛テクニックとサミー恋愛テクニックの境目について語り合う形式。お題として出される恋のテクニックショートドラマについて彼らがトークを展開し女性意見のアンケートなどを絡めながら進んでいく。収録はダーツバー。 2007年7月5日の放送終了後、しばらく公式サイト及びブログの更新はなかったが、2007年9月12日から、各週で4ラウンドずつ、再放送がした後、モテルカルフォルニア LET IT ライドの収録が行われた東京競馬場2007年10月11日に放送開始。収録は東京競馬場。世界最大の大型映像スクリーンに持て、 サムエピソードを映すなど、競馬場の設備を使用しながら展開する。視聴者から寄せられる恋愛関係の相談に解決策を出していく。通常のモテエピソードが1回の放送で1エピソードであるのに対し、こちらは1回の放送で3相談である。番組後半に行われる、競馬場にある施設の説明から、競馬のテクニックを指南するコーナー。ラウンド1では、 競馬場に入っている野草を食すなど競馬とは直接関係のないことを行っていたが、放送が進むにつき、乗馬や馬トラクイズなどの競馬企画を実施し、ラウンド8、ラウンド9では実際に馬券を購入して、後輩等を狙った。ギャオ内の専用特集ページを軸に、毎週木曜日の番組更新日には、ライブドアにて番組と連動した、デイリー4コマ漫画を掲載。 番組公式ブログ、モテブロや、優先運営のグルメサイト、グルメギャオでは、モテる男はダーツで決める。ダーツができるお店の特集ページを立ち上げ、総合リンクによる連動企画を展開。モテサムエピソードの VTR を紹介する際、渡辺が VTR の形式でギャグを言う。渡辺曰くこれ専用の作家がいるらしい。トークコーナーから、ダーツコーナーへ切り替わる際、 トークコーナーの締めとして日村がやらされるヤグ。大抵思いつきで、グダグダになる。フリップでの回答はいわゆる大切になっていた。バナナマンの回答は徐々に、下ネタ要素が増えていたため、番組後半は、採用率が低く、したら曰く、当たり障りない回答をしていた。アンジャッシュの小島の回答が、よく採用された。小島の回答は、大半が滑ることが多く、バナナマンに、 よくいじられていた。編集によりこの小島へのいじぎがフィーチャーされて番組全体は変な雰囲気になっていたとバナナマンのマネージャーが指摘しており、それによりバナナマンの面白い回答が使われなかったとバナナマンのバナナムーンで小島に直接不満を言っていた。モテルカルフォルニアダーツラブライブ、モテルカルフォルニア LETIT ライド初回生産分のみに応募抽選券を封入。 DVD 全館購入者の応募特典として、全員にオリジナルダーツフライと抽選で出演者使用同タイプのサイン入りダーツを拡充セットプレゼントを予定している。2008年4月14日放送会。ありがとうございます。